出ちゃうこっちもしかして出ちゃった、うん、ハンドルを持ってくださいっていうこうメッセージがですねたびたび出るようなそんな雰囲気となっております。え、もうっすよ、もうですよこれ。ニスモの本社だ。ニスモ事務所。あ、こう、あ、こんなところにあるんだ、知りませんでした。カメラになんとか収められたと思います。はあ、そっかそっか。でもそうですよね、この辺おっぱまとかある付近。いやめっちゃファンみたいな。まあファンですけど。ファンといえばファンですけど。そうですよね、横浜ですから。大黒パーキングエリア、まもなくです。あと3分。うわすごい、こちらの夜景。こちらの夜景ですね。あと2分。大黒ふ頭。やだ、入りましょうね。大盛り上がり。何テンション。もはや。わあ。すごい。これが。写真で見たやつ。なんかいっぱい車いない。すごい。え、どれが駐車場なん？なんか車？なんかこれ。あ、これはなんかの駐車場っていうか。あれじゃないですか、あの倉庫的な。あー、なんかいっぱいある。いっぱいある。これ出荷待ちの車じゃないですか。はい、大黒ふ頭です。えぐい、かっこいい。うわすごい。すごい。見て、道路。すごい。ダブレさん大興奮。なんか道路なのにすごいジェットコースターみたいにうねうねしてる。すごい、いやすごい、車いっぱいある。車いっぱいですね。結構いっぱいですね。すげえ。これ、はい、ピー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 よ、右よ。え、これ人々の車ってことですよね。人々の車ですね。すごい。え、すごっ。来た。あ、来ましたねこれ。うお。これ来ましたよ。来た。ついに憧れの。いやすげえ。おお、すごい。何？うわ。どういうつもり？え？何？まっつぐ駐車しましょうね。はい、ではどこ、ここ、これここ、はい、行きましょう。やだ、すごい、いっぱいいる。え、待って、ここどこ、ここ、これ、そこに止めましょうね。はい、どうぞ。うわ、いっぱいいる。安全点、安全運転。なんか曲がってる。はい。はい、はい、到着です。到着です。ダブルさん、お疲れ様です。ダブルさん、お疲れ様です。はい、あの、電費の報告だけしましょうね。はい。19時7分、大黒パーキングエリア到着です。はい。はい、福島市を出まして。318.4 キロ走って。はい。1キロワットアワーあたり 6.8 キロです。はい、ここまでで5時間14分かかりました。ダブルさんが大興奮なので、とりあえず降りましょうね。はい、降りましょうね。はい。はい、はい、降りましょう。切ってください。いや、めっちゃすごい。ブンブン言うとる。はい、こちら大黒ふ頭です。今日も賑やかな車がたくさん止まってます。
はい、ということで、はい、ダブルさん、はい、憧れの場所ですけど、はい、お気持ちだけ聞きましょう。すごいですね。はい、すごいですね。すごいですね。はい、じゃあちょっと私はライブ配信の準備をしてまいりますので、はい、ダブルさん、ちょっとしばらく、はい、にぎやかにしててください。はい、にぎやかに。では、ライブ配信ご覧ください。福日アジ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。案内人の M です。カメラマンのダブルです。はるばるやってきました。ダブルさん、ここはすごい聞こえる。はい、ダブルさん、ここどこですか？ここは大黒パーキングエリアです。はい、大黒パーキングエリアにやってまいります。参りました。ました。はるばると周り の景色とか見せてもらって、はい、はい、こんな感じのところを来ております。はい、すごいすごい。で、私たち本当ついて突貫で撮影を開始しているので、ちょっと準備不足な部分もあるかもしれないんですが、到着してわたわた準備をしてましたらですね、こちらお二人の方に声をかけていただきまして、当チャンネル、私たち福日アジ YouTube チャンネルをご覧いただいている、ご視聴者の方いらっしゃっていただきました。今日ありがとうございます。あ、そうですね、ステッカーいただきました。ありがとうございます。はい、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは。福日アジ YouTube チャンネルです。さらに新たにいらっしゃっていただきました。これラブルさん、いいんですか？プレゼントいただきました。ありがとうございます。ラッシーのキーホルダーいただきました。でお会いした方にですね、ステッカーをプレゼントしております。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。さらに、ご視聴いただいている方、福日アジ YouTube チャンネルです。こんなに集まった。なんか軽くオフ会みたいな。オフ会、完全にオフ会ですね、これ。ある種の聖地で唐突にオフ会やっております。いつもご視聴ありがとうございます。本当にお会いできる想定をしてなくてですね、お会いしたらどうしようとかって考えてなかったんですけれど、いやでもぜひ今後とも当チャンネルよろしくお願いいたします。あとここで宣伝ですけれど、チャンネル登録者数3月までに5万人達成したらフランス撮影旅行行きますので、皆様、あとご視聴いただいている皆様もどうぞよろしくお願いいたします。ダブルさん、あ、本当だ、すごい、駐車場見渡せる。ああ、すごい、すごい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 。ダブルさんが子供のようにはしゃいでますけど。すごい、いっぱい見える。笑っちゃう、なんかおかしくて。また、ニスモ T シャツ着てる。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ニスモ大好きな方に、あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ご視聴いつもありがとうございます。記念撮影的なことした方がいい気がしますね。なんだろう、足元記念撮影ということで、はい、配信はまだ続くんですけれど、一旦ここで、はい、5分ほど、休憩ということで小休止挟ませていただきます。じゃあ今日はどうもお集まりいただきまして、はい、ありがとうございます。すごい、本当に私胸がいっぱい、こんなに車がいて。何が起きているとかというとですね、今回本当に大黒パーキングエリアにですね、私たちに会いに来てくださった、方が何人もいらっしゃいましてですね、有明方面まで、湾岸線を走りたいなと言ったら、有明方面、湾岸線通って有明方面まで先導してくださるという話でして、はい、行きましょう、スタートです。これは胸熱。人ってあったかい。あったかいな。え、すごいすごいすごい。あ、いや本当これ助かる、先導していただいてるのめっちゃ助かります。ありがとうございます。わかります、ダブルさん。わかりますよ。視聴者の方とツーリングしてますよ。確かにツーリングだ。本当に熱い。これはすごい神回。いや、来てよかった。うん、嬉しい。いやー、これ嬉しいですね、本当に。いやいや、だって私からしてみれば、はい、ずっと行きたかったところにも行けたし、はい、そこでまたいつも動画ご視聴いただいている方々とお話もできて、はい、そうですね、こんなこ
ことがあっていいのかと。いや本当に思うわけですよ。思いますよ。なんかすごい大好きな場所になりました。あ、そうですね、うん、本当になんかもともと大黒パーキングも、まあ、ダムルさん興味はありましたけどね、はい、ずっと行きたいなって思ってたんですよ。でもこんな大切な場所になるとは思わなかった。あの福にチャージ YouTube チャンネルの聖地といえばバンダイアズマスカイラインと大黒パーキング、はい、全然福島にゆかりはないけどチャンネルにはゆかりがあります。いや最高だなこれ、ほんとすごい、すごい本当に。いやちょっと見てください、後ろ、ちょっと後ろ？あ、GTR か、後ろからご視聴いただいてる方の GTR だ。いやすごいですね、あの日産のインテリジェントルームミラー夜でもライトの形で GTR って分かるぐらい綺麗に見えます素晴らしい。あれ橋来る？そうですね、この橋、ベイブリッジ、ちょっと窓開けましょう。はい、見えてますよね、見えてますよね。わあ、ベイブリッジ最高、すごいすごい、うわー、いいなベイブリッジ。いやー素敵じゃないですか。今からあそこ走りますからね。うわー、めっちゃかっこいい、かっこいいな。いやーかっこいい。でそしてこれ、ここを走る日産車も本当にかっこいい。いや本当に悪いけど最高ですね。すごいすごい。いやこれがベイブリッジから見る横浜の、あ、バイバイ、ありがとうございます、ありがとうございます。バイバイできなかった、ちゃんと見えてるかな、手振ってます、ありがとうございますあちらのあの赤いオーラもですね、ご視聴いただいてる方です、本当にありがとうございます。GTR もありがとうございます。めっちゃかっこいい GTR、 かっこいい、いやーマジか、最高。あのこのチャンネルを更新し始めてから今までで今一番嬉しいです。うん、やっててよかったなって思いますね。こんなに嬉しいんだってやっぱ癖になっちゃいますね。またやります、うん、癖になっちゃう、東京ナイトドライブでもこれどうなんだろう、あの事前告知して、うん、私たちと一緒にバンダーズマスカイライン走りましょうって言ったら皆さん来てくれるかな、うんうん、それはそれで楽しそうですけどね。楽しそう。いや福島まで、いやまあ全然あのまだ言ってるだけですけど、うん、本当にそれやるなら、うん、私たち結構頑張ってイベント考えないとダメですからね。そうですね、はい、ありがとうございます。手振れた、ありがとうございます、ありがとうございます、お気をつけて、ありがとうございます。いや感動しちゃうな本当に。ここ私好きな、あのこの駐車場、ここね、ここ好き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 、はい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 、はい、あー分かります、めっちゃ好きなの、ここキラキラですね、キラキラでこの立柱が好き。なるほど、ここのこと、あ、こっちもだ、そう、こっちも、ここが好きなんです、ここのこと言ってたんですね、はい、なるほど、やっと分かりました、はい、嬉しい、ここも通れて楽しい。あ、やば、またネットワークがダメ、もしかして、よいしょ、はい、ダブルさん、はい、あの感動しました、感動しました、はい、そしてですね、ライブ配信ご覧いただいてた方たち本当にごめんなさい、最後の最後に来てですね、パソコンが長時間のライブ配信に耐えきれず終了しましてですね、はい、ちょっと後味をあのすっきりしない終わり方をしてしまってるんですけれども、ただですね、一緒に走ってくださっている方は今も一緒に走ってくださっております、はい、そして今もうここがもうお台場有明、もうちょっとで、はい、そうですね、はい、そんな場所になっております。一旦東京ビッグサイトをですね越えるあたりになりますかね。うわーすごい、いやマジですごい、えぐ、見えるやないかい。じゃあちょっとあの、ホテル、宿泊予定のホテル付近までスキップします。
はい、ダブルさん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。でした、あの首都高の運転、うん、本当にありがとうございました。助かりました。で、私たち今幕張じゃなくて有明にございます東京ビッグサイトの近くのホテルの駐車場に停めておりまして、じゃあ最終的に今日の走行情報を見ましょう。はい、はい、6時間59分約7時間、はい、ほぼ7時間あの走りまして 372.5 キロ走行、平均電費が1キロワットアワーあたり 6.7 キロです。です、はい、そしてバッテリー残量が 27%、 結構使いました、はい、73% を使って 372.5 キロ走行というところですね。はい、あの私本番は明日だと思ってたんですけど、はい、本番終了した気分です本当にもう帰りたい、はい、あのこのまま帰りたい、このまま帰っても満足感は変わらない、はい、そんな、ライブ配信をしました、はい、ぜひこちらご覧いただければと思うんですけれども、はい、では私たち明日もございます、はい、そして今日は本番でしたけど明日も本番です、はい、今日はこの後動画の投稿して、はい、ご飯食べて、はい、ゆっくり休みたいと思います、はい、それではまた明日。ここからですね、福島にまた戻るというそんな工程となっております。正面スカイツリーですよ。おー。